昨日まで大分に行ってました。大分で BOSF っていうですね、別府温泉シャワーフェスティバルかな、BOSF っていうイベントに行ってきたんですけど、堀江貴文さん、通称堀江門って言われてるね、堀江さんの発案、ひらめきから始まった、結構別府市もねしっかり後押ししてる大きなイベントだったんですけど、何かっていうと、別府温泉ってこう温泉の湧量、流出量がもうとんでもなく多いので、1日にたくさんのお湯をそのまま海に捨ててるそうなんですね。でそんだけ余ってるぐらい湧くんだったら、じゃあちょっとね何日か貯めて、それをこうミュージックフェスでもうぶっかける、ステージ前のね観客にぶっかけながらフェスをやろうじゃないかっていうイベントですね。タイのね水かけ祭りとか、あと春別府でやってますよね、そういう温泉ぶっかけ祭りみたいなね、それに近いような感じだけど、それに音楽フェス合わせてやったら絶対面白いんじゃないかってこう始まったイベント で、 VIP 席の顔ぶれもすごくて、もう YouTube で見たことがある人だらけでしたね。でちょっとうるさいのであまりこう込み入った話はできないんだけど、せっかく来たんでと思っていろんな人にちょっと話しかけて、陰キャな私が銀行さんがね主催する経営者パーティーとかに、たまに行くんですけど、基本ねもう壁の花ですよ。壁に立って、つまんない顔するのは失礼なんで、なんとかね口角上げて謎の微笑みを浮かべて壁際に立ってるっていう、そんなのが、ね、いつもの自分なんですけど、面白いなと思ったのは、今回ねその自分が払った参加費席代が50万円だったので、50万円で壁の花で帰ってきたら、なんかこれはさすがに悔しいだけと思って、勇気が出てくるんですよね。別に元取るとかじゃないけど、せっかくそれだけのチャンスをもらって、やっぱ会社のねお金でみんなで稼いだお金使っていけるわけですから、トップとしてねやるべきことやろうと思って、もう有名な人にもう臆せず声かけて、エペゼンフォックスの DJ の人たちとも話したり、それぞれね話したり、あと N 国党の立花さんとも話したり、箕輪浩介さんって天才編集者箕輪浩介さんと話したり、ちょっと挨拶ぐらいでしたけど、青汁王子と話したり、楽しかったです。でなんかちょっとミーハー心も出てきて、ビジネスマンの人はなんかね一緒に写真撮ってくださいっていうのは好きじゃないというか、どうなんだろうなと思ってたんで頼まなかったんですけど、エペゼンフォックスの DJ の丸くんとかはなんかいろんな人に声かけられては写真撮ってたんで、自分も撮ってもらおうと思って、自分も声かけて一緒に写真を撮ったんですね。で撮った時に、写真いいですかっつって、いいですよっつって、でじゃあお願いしますってスタッフの人に撮ってもらったんですけど、で撮ってもらってありがとうございましたっつった後に、なんかそれまでの、YouTube とかで知ってた彼、ほとんど何も知らないんですけど、名前しか知らないんですけど、めっちゃファン度が上がって、なんかこんないい対応してもらって、やべえ俺大この人のファンだったみたいなことを思ったんですよね。でふって思ったのは、それはね普段フィッシングショーとかで自分がねファンの人とかに写真撮ってくださいって言われて、それこそ1年で何人だろう、もう1000人1000とか2000人とねそうやって写真撮るわけですが、こういう風に思ってもらえるんだなっていう、撮る前と撮った後でこんな変わったり、なんかめちゃくちゃいろんな発見がありました。初めてそんな感覚になったんですね。でなんか実際自分も撮ってもらいながら、確かにこう自分の前に来るそのファンの人たちの緊張っていうのは分からなくはないんですけど、そこまで緊張しないでもいいのにと思ったり、撮った後のなんかこうめっちゃテンション上がって、よくカップルなんかだと2人で両手つなげてよかったねみたいになってるのが分かるようで、自分にはその感覚がなかったんですけど、初めて思ったんですよ、エペゼンフォックスで。でもう誰かいたらよかったねってやりたいぐらい、うわ嬉しいみたいになって、で思ったのは、もっと俺も撮ってもらう時もっとこの時間を大切に使いたいなって思いました。
はい、いつもちゃんと一生懸命やってるっていうのかな、まあ、ショーだと自分がね1日200人300人と写真撮ると、まあ、それだんだん疲れてくるんですけれども、でもねやっと自分を見つけ出して並んだりしてね自分の前に現れた人にとってはその日のね一番のそのチャンスなわけですから、自分がそれ何人目だろうが関係ないわけで、それ分かってるからちゃんとやるんですけど、もっともっとやった方がいいなって、こんなに感動してもらえるんだなって自分の経験で思った次第です。